い、皆さんこんにちは。ブライダルモデル、パーソナルトレーナー、ヨガインストラクターの萌えです。今日はね、この二の腕についてぷにょぷにょっとして取れない下側のこの振り袖のようなしつこいお肉、こうやって肘を曲げた時に振り袖みたいにフリフリとついてしまうこのお肉が、あるのとないのとではノースリーブを着た時の第一印象やパッと見の印象がすごく変わってきてしまいます。できたら効率的に、なるべく楽ちんに、短期間でこの振り袖を取りたいものですよね。でもね、逆にこの握り拳ができる上側の筋肉、上腕二頭筋って言うんだけど、このあたりって鍛えてしまうと華奢で細い二の腕、女性らしい二の腕からは遠ざかってしまいますよね。同じ二の腕なのに上側は鍛えたくない、でも下は鍛えたい、どうすればいいの？そんなあなた、今日は必見です。10年以上ブライダルショーに出て、ブライダルドレスを着るためにこのあたり、つまり二の腕については、明日ショーだわと思えば即効性のあるエクササイズを私はずっと行ってきました。そのエクササイズを今日はお伝えしていきたいと思います。このエクササイズによって私のスタジオのお客様は、なんとこんな風にたった3日で二の腕の振り袖の部分、つまり上腕三頭筋だけをキュッと細くして、そしてこの上腕二頭筋は鍛えない状態で細くて華奢な二の腕になったんです。立ったままどこでもできるし、3日間で相当変わってくるから、ぜひやってみてください。少ししんどいけど本当に効率的に痩せたいあなたは、まだまだ諦めないで、間に合うから。ノースリーブを着たいあなたはぜひ一緒にやってみよう。最初の服の種目はレッジプレスです。万歳した状態でも耳と肩の距離はしっかりと保って、肘の位置はその状態から下げないようにして、大きく丁寧に肘を曲げ伸ばししましょう。この運動、呼吸が止まりがちなんだけど、呼吸をしっかりと深く行っていきましょう。だん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 辛くなってくるね。でもこれ本当に脇の下のリンパの流れまで良くなるので、頑張るといいことだらけ。あと少し頑張って。2種目目、肘を曲げた状態で肘を体側に沿わせて、こうやってスライドしていきます。肩からしっかりと動かしていきましょう。二の腕と背中両方に効いていく感じがすると思います。手のひらを外側に向けた時、胸の前もしっかりと開いて大きく息を吸っていきましょう。耳と肩は離して距離を保ってね。簡単そうに見えるけど、これ意外としんどいと思う。でもとっても二の腕が細くすっきりとしてくるから、そして胸の前の鎖骨のラインも綺麗になるから、頑張って。リターンハンドです。肩からしっかりと動かしていく、肩甲骨を使っていくことによって腕が細く、そして腕まで長くなっていくんです。ポイントは肩甲骨、肩からしっかりと手のひら上向き、手のひら下向きと動かしていくことです。腕だけを動かしてしまっちゃうと、最初に説明した上側の握り拳の筋肉、上腕二頭筋ばかりが発達して、肩周りがごつくなってしまうので要注意です。しっかりと背中のあたり、肩甲骨あたりも感じてね。次はリターンハンドと同じ体勢で腕を回していきます。まずは後ろ回しから、手のひらをしっかりとパーにして手首にストレッチをかけてね。耳と肩の距離はしっかりと保って、
そして意識してみると、この丸い円なんだけど左右差があって、綺麗な円を描きやすい方とスムーズに回る方、回らない方っていうのがあるから、固まっている方の肩周りのチェックもついでに行ってみてね。結構辛いね、しんどいと思う。あと少し頑張って、綺麗な二の腕のラインを作ってキャミソールを着こなそう。あと少し。次は前回し、めちゃめちゃ頑張ったんだけど、次後半ももうちょっと頑張ってみてね。私はね、このくるくる腕回しっていうのはブライダルショーに出る1時間前とか前の日の夜とか、やばい二の腕がやばいという時に必ず行っていました。胸の前側もしっかりと鍛えられるし、胸も開くし、鎖骨のラインも綺麗になるから、とってもおすすめ。すごく辛いと思う。でもあと少し頑張って、手のひらでぐーっと空気を押すような感じで、遠くへ腕を、もっと手を遠くへ回して回して、あと少し頑張って。辛いね。めちゃめちゃ頑張った。さあ、では次、手を交差させていきます。この時も同じ、肩をしっかり下に、そして耳を遠く上に、背筋は長いまま、肘を伸ばしたまま、この背面で交差させることによって、普段猫背巻き肩さんなんかになっていて上腕三頭筋が使えていない方っていうのは、この後ろ側で肘を伸ばして小さな運動をすることによって、とっても二の腕が細くなってきます。さあ、呼吸も入って、あと少し、 OKOK。 次は横、下、くるりと後ろに、そう、前かがみになったり猫背巻き型になったりして、二の腕がぷにょぷにょになって使えなくなってしまったあなたの姿勢を、しっかりと外側に、そして胸を開いた状態で猫背が巻き型を改善していく運動です。横、下、くるりと外へ、そう、呼吸に合わせてリズミカルに行ってみてね。朝起きた時にこの運動を1分間ぐらい行ってから1日を始めるだけでも、とっても効果があるんです。特にパソコン作業が多い方や、スマホを見る時間が長い方は隙間時間にやってみて、立ったままでも座ったままでもどこでもできるから、呼吸を忘れないでね。さあ、では美しく手を動かしていきます。腕を遠くに、なるべく大きな動きで、頭の上で手と手の甲がしっかりと近づいて、そして離れて、すべての動作は後ろで行ってください。ポイントは、なるべく遠くを手が通る、まるであなたが白鳥になったように、大きくその白鳥の羽を羽ばたかせるようなイメージです。耳と肩の距離を保って、肩甲骨からしっかりと動かしていきます。これでとっても美しい腕や肩のラインができてきます。 OK、 お疲れ様、めちゃめちゃ頑張った。はい、皆さんお疲れ様でした。どうですか、二の腕、肩周りのあたりがポポポポポーっと暖かくなっていたら大正解です。あなたの二の腕はまだまだこれから数時間燃え続けていきます。では最後までこの動画をご視聴くださいまして、本当にありがとうございました。この動画のお感想はコメント欄にお待ちしてます。チャンネル登録やグッドボタンもすごくすごく励みになるのでお待ちしてます。あなたの気になる部位別に動画が届く公式 LINE も作りました。こちらは概要欄からお友達登録ぜひぜひお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。